はい、えーテニスラジオの白川です。えー、今日はですね、えー、努力を数値化すると、えー、いうことですね。努力ってどれぐらい、えー、頑張ればいいのか、みたいなね。で、それを数値にするにはどうしたらいいのっていうのもね。えー、ここはね、ちょっと、結構ね、努力の目安になるのでね、ちょっと伝えていきますね。非常に手厳しい内容かもわかんないですけど、逆に言えばね、あの、うまくね、えっ、ー、と、抜けていくっていう方法もね、お伝えしていきたいと思いますですね。えー、ちょっとね、あの、お付き合いください。ちょっと、ちょっとね、もう暑さでは、 なってますけどすいませんね、すっごい暑さでね、もう大変なんですよね、今ね。えー、と,とりあえずですね、まずね、努力って何かっていうとね、簡単にね、数値ができるも思って時間なんですよ、ね。でね、あのねもう今ね、うちにあの、えー、っとね問い合わせ来てる人のね、あの練習時間ってね、結構ね、調査しまくってますね、えー、もう20年ぐらいやってますね。 で、どれ、あの、何時間で、まあ、全国行くのかってよくこう出してるんだけど、ね、これね、あの、地域のと全然違うんですよね。例えば、大阪とか関西だから全国行くんだったら、大体全国の上位行くんだったら3600時間っていうね、えー、時間は出てるんですよ。 まあでもそれより短い時間出てこる子もいますよ。こね、あの、いますから。まああくまでも大体それぐらいかな。でね、四国とかだったらね、だいたい2200時間でこんなんなんですよね。あの、まあそれは、まあ当時の、まあちょっとこれ少し10年近く前の話の数字なので、今は多分まだ変わってきてると思うんで、まあ時代によっても変わると思うんだけど、まあ大体その中で、ね、地方は短い時間で、で、まあこれがあの、都会になると長い時間でっていう風に、えー、全然ね、あの、地域によって違うので、 なので、あのー、参考にどこまでなるかっていうなってくると、その住む地域によって、あの、異なりますよというのは、ね、一応頭の中に入れといてくださいね。でね、ある傾向がね、あの、見えてきたんですね。努力の仕方のね、えっ、ー、とね、もう簡単に言うと、えっ、ー、と、まあ目の前に、あの、目の前っていうか、まあ目標とする人がいるとするでしょ強い子がね。で、強い子に勝つためには、えー、その子のトータル、あの、トータル練習時間を追い抜かなきゃいけないってことなんですよ。こういう傾向見えてきました。ですね。例えば、 自分がテニスやってて、えーまあ、自分がね、今のところね、500時間しかやってないんだとかね。で、相手の子はね、よくよく考えると、もうテニス始めたの早かったから、えー、もう2000時間やってるんだっていうことはね。えー、まずそのね、あの、少なくともね、あの、2000時間を超えなきゃいけないんですよ。なんからまあ、そういう風な傾向が見えてきたんですよね。だから自分が基本的に何時間ぐらい練習して、で、相手が何時間ぐらい練習してって、まあちょっと比較して考えていけばいいんですよね。 で、相手もまあ例えばその時は2000時間でも毎日毎日練習してるからそれは2200、2200、2300って増えてきますよね。なのでまあ少なくとも例えば1年後に勝つっていうんであればまあ1年後だったらまあ例えば相手が3000時間になってるとした場合、えー、それまでに3000時間を超えなきゃいけないっていうまあ傾向があるということですね。なのでねあのー、どういうんだろう。この えー、テニスをね、始めてね、浅い人が、テニスを始め,めて長い人に勝つとね、結構こう難しいんですよ。いや、その通りにね、行かない場合ありますよ。それは、あの、毒殺がいろいろいますから。でもね、あの、傾向を見ていかない。全てが例えば、能力も同じ、で、練習内容も同じって、 違いが、まあ、運動、まあま、あ練習時間に、ね、差があるとした場合、えー、勝つのであれば、ね、基準的にはね、えー、相手の練習時間を追い抜かなきゃいけないというのが出てます。だってそうでしょ。えー、例えば自分が一生懸命練習してきたよね、例えばこれが5年かけて一生懸命練習してんのに、そんな、きのう、きょう、テニ始めた子が一瞬でパーンと追い抜くなんてありえないでしょ。だから傾向で言えば、 練習時間を追い抜かなきゃいけないんですよ。ね。基本的に考えたらね。いやそんなの無理じゃんっていう風なね。じゃあどうやだってもう、あのと、テニス始めた子が勝つのって、どうしたらいいのっていうね。そんな、こう、ご意見もあると思いますね。まあ安心してください。ね。面白い話になります。え、以前にも話したんですけどね。あの、え試合するときにね、自分のテニス対ロブっていうのをやったんですよね。 自分はまあ,まあ2人こう相手二人こう対戦させれますよね当然ですからねまああの,あの関西の上位レベルですねで1人はねもう約束でね全部ロブしてって言ってねで1人はもう全部自分のテニスしてってことやらしたんですよ。だかたらねロブの勝ちなんですよねでじゃあそれこう交代ねって言ってねえー、ロブ役が自分のテニスねって言ってで自分のテニスしたのがロブ役ねってやってたらロブ勝ったんですよ。 えー、ということは、まあ、それ見ててね、お父さんもね、お母さんもね、もう笑いながらね、テニスクールいらないよな、とか言ってるて笑ってたんだけど、結局ロボ開けた方が勝ちなのか、みたいなね、練習もクソもないじゃん、というね、まあ、これが現実ですよね。ということは、あの、確率論っていうか、確率を考えた内容に徹したら、その練習時間っていうのは、短縮されていくという傾向があるということなんですよね。 あの、なので、もう、なんていうのかな。えー、簡単に言えばね、その、まあ、テニス歴が少ない子で、子が、テニス歴長い子に勝つとか、そういうつわに勝つ時っていうのは、あのー、もう、まあ、簡単に追い抜くったとおかしいけど、普通にの感じで練習していくのであれば、その、なんていうのかな、あのーえー、目、目標日までに相手の練習時間を抜かなきゃいけないよっていう傾向があると考えてね。 あの、そういうもんだと。ね。そんな簡単にはいかない。その練習時間を追い抜かなきゃいけないんだよっていう傾向があるんだよということですね。で、それをだってあの、えー、縮みにはどうしたらいいのっていうなってくると、戦術の中で、えー、確率の高いものを,を徹底的にチョイスして、えー、あの、効率化を図っていけば、あの、勝つ可能性もあるよと、こういうことなんですね。まあ実際ね、いろんな手を使ってですね、1年ぐらい、1年ちょっとかでですね、 あのーまあ、地域の、ねえー、と決勝まで上がったってもう何人もだ出してるんでね、あのー、その辺に関しては、ね、可可能は可能はだと思うんですよただ、傾向としてね、そういう,、あのー、なんいうかな相手の練習時間を抜,けな抜かなきゃ厳しいんだよっていう傾向があるという中でね、ね自分はそれで、あのー、例えば、いや、私はもう自分の理想を貫くんだってね。 その時間ぐらいかけてやるぞっていう、えー、そういう計算が立つんであればトライしていけばいいと思いますね。でも、どう考えても自分のがそこまでの練習時間確保できない。えー、そうなってくると綺麗事なんか言ってられないこ。こうなってくるとね、もう正直ね、綺麗事がね、あの、なんていうかね、あの、できないのであれば、綺麗事とができないとおかしいけど、理想ができないのであれば、現実を見,あの見据えてね、まずね、 あの、しっかりつなげるというか、確率を上げるということをね、あの考えた方がいいですね。 で世界基準である5つの戦術ってあるんですよね5つの戦術まず1番目、えー、入れること確率ですね、えー、で2番目ですね、えー、と相手動かすこと、ね、で3番目それに対しての正しいポジション、ねえー、4番目、えー、相手の弱点を見つける5番目、えー、自分の、えー、武器を使うです、ねえー、こういうふうになってて大体これがね基本的にねもう本当テニスの初心者からプロまで、えー、これを中心にいろんな戦術が広がって っってるってるなんで、基本5要素ってのはもうのは決まってるわけですよね。えー、これ、最初の覚えましょうということで、でその中でもうとにかく一番目ね、えー、まず入れようみたいなね、もうすごい作戦、作戦の戦術でしょ、でもね、これ、基本中の基本なんですよ。 ね、なので、その、自分は、あの、モンフィスみたいなアテニスをしたいんだとか、自分は、例えば、ナダルみたいなアテニスをしたいんだとかで、いろいろっていうのは夢はあるかもわかんないけど、えー、それを、あの、思うのは悪いとは言わない。でも、やっぱりこの現実、自分の、えー、フィジカル的な能力では、そんなことを見据えて、できることっていうことをね、考えていって、確率を考えていったら、えー、十分勝てるんじゃないのかなと思うんですね。綺麗事じゃないもん。実際ね、勝つこと考えていったら。でね、えー、20、20代に、 からね、テニスを始めて、ね、全日本選手権上がったったで,すよ、ねでえー、その人のねえっ、ー、とねあのまあ聞いた話ではとにかく確率を考えたと、ね、どこ来たらどこ来るとかどこ来たらここ来るというのを、ね、徹底的に考えまくってそれ練習したっていうんですよでそこに何があるかっていうと戦術があったわけで、えー、自分のやりたいテニスってないんですよねもうもう,もう勝つことしか考えてないから、ねえー、ということは自分のしたいテニスと勝つテニスはねちょっと違うんですよね だから、多くのジュニアは自分のしたいテニスに走っちゃってる子が多いと思うんですよ。でも、それは悪いとは言わない。 悪いとは言わないけど、それやるんだったら、相手の練習時間追い抜いてねっていうことであって、それが厳しいのであれば、現実考えて、やっぱり確率っていうことを徹底的に、あの、えチョイスした練習内容に呈していく、確率論に基づいたものをやっていくっていうことが大事かなと思うんですね。相当そこにはね、我慢というものがいると思います。我慢ですね。勝つためには我慢。自分のやりたいこともある。ね。でもそれを我慢して、今は置いといて、ね、自分が強くなったらちょっとやろうよ、え。ー いうぐらいで考えてそこはねちょっと割り切ってもらった方がいいのかなと思いますね、えー、まとめたらですね、えー、こういうことですね努力っていうのは、えー、もう数値化してますこれはもう、えー、するのも簡単ですねもう時間でそれを追い抜くため強い子を追い抜くためにはその時間をね、えー、追い抜かなきゃいけないと、えー、いうことですねその目標位までに相手も時間は重ねてますからねそれを入れてね で、えー、それじゃないんだったら確率を考えた内容ですね。自分のしたいテニスっていうのは諦めろってわけじゃないけども、ちょっとそこは我慢して、確率を集中的に考えた内容に固めていけば、あの、十分チャンスはあるよ、というふうな内容ですね。で、あの、自分の方がね、練習いっぱいしてるのに、なんか、あの、ちょっと違う練習してるやつに負けたっていうんだったらね、相当何かすごいね、フィジカル的な能力かね、何かを考えなきゃいけないから、機能分析した方がいいかわかんないですね。あと、あの、成長過程によってね、ちょうどね、 伸びない時期とかですあの、不調になる時期っていうのもあるんですよね。そこも考えた方がいいのであの、自分いっぱい練習したのに全然勝てないっていうのであれば、機能分析することをあのお勧めします。えー、インボディと、えー、成長曲線と、あとトータル練習時間出してもらえば、うちでも出せますんで。これはおとあのお、あの、えっ、ー、と、お問い合わせいただければ対応はできるとは、えー、思いますけどね。あの、そんな感じでね、えー、と、努力の人の基準としてお伝えしました。ね、いろいろね